ミルタンブレスが収まって7頭全場ゲートの中スタートしました。6番フレジールが最後方、さあまずは7番のミルタンドレスが出ていきます。内からは2番のリベルテ、間から3番のアオイラ・リュヌ、この2頭が2番手3番手、外に4番のアルマーレシティ4番手、1馬身差5番のバンビーブが追走、その外から6番のプレジール、それをかわしてスッと上がっていきます。最後方が1番のエウロス、1コーナーを回ります。花に立ったのは7番ミルタンドレス、リードは1馬身半、2番手固まって間から3番のアオイラ・リュヌ、外には6番プレジールが並んでいきます。1馬身下がって2番のリベルテが4番手、それから3馬身4番のアルマーレシティ、半馬身外から並んでいく5番のバンビーブ、その後ろは6馬身ぐらい離れて1番のエウロスが最後方、各馬すでに向こう上面です。花に立ったのは7番のミルタンドレス、リードは1馬身、外から6番のプレジールが差を詰めていきます。それから1馬身3番手、内側2番リベルテ、外は3番のアオイラ・リュヌ、直後に5番手5番のバンビーブ、残り800を通過、61秒3で通過しています。3コーナーに向かいます。バンビーブの後ろは2馬身4番アルマーレシティ、2馬身差1番のエウロスの追走、3コーナーのカーブを迎えます。600を通過、先頭7番のミルタンドレス、リードは1馬身、2番手には内から2番のリベルテがさあ前に迫っていきました。6番プレジール交代、代わって外から5番のバンビーブ、前は3頭広がって400を通過、その後ろは少し離れました。外から1番のエウロス、さらに4番アルマレッシーが追い上げて4コーナーから直線へ、さあ前3頭の争いから外5番のバンビーブが出た、2番手には2番のリベルテ、さらに最内は虫が入った7番ミルタンドレス、あと 150m、 その後は少し離れているが1番のエウロスが前の3頭を追ってくる。さあ先頭は5番のバンビーブ、これは独走態勢、2番手は2頭接戦、バンビーブゴールイン、2番手は7番のミルタンドレスか2番のリベルテか、その後4番手が1番のエウロスです。